外のことがありましたら、いつでもフロントまでどうぞ。私がご案内させていただきます。どこだ？ホテル。こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには下打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日どうなってんだ、なんで何も思い出せないんだ。落ち着け。きっと混乱してるだけだ。大丈夫。きっとすぐに思い出せる。複数に及ぶ殺人容疑で全国指名手配中の唐木誠容疑者は、はあ、その足取りはまだ明らかになっておりません。警察は総力を挙げて、唐木誠容疑者の行方を連続殺人犯。嘘だ。何かの間違いだ。俺は人なんて殺してない。そんなわけない。どうする？この警察官を中に入れていいのか？そうだ、この警察官に事情を話して助けてもらおう。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、実は唐木誠容疑者はどこに隠れているかわかりません。もしこの顔にピンときたらすぐに着動が。動くな！お前、唐木誠だな。ちょっと待ってください。俺は何も覚えてなくて、気づいたらそこにいて。おとなしくしろ。お前を確保する。違う、何かの間違いだ。
俺は人殺しなんて。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからな。どうなってるんだ。まるで時間が巻き戻ったみたいに。時間が巻き戻った。強豪ドイツ、なんと5対1と対勝しました。ねえちょっと起きてください。ねえちょっと。誰なんだ。どうして縛られてるんだ。一緒の部屋にいるってことは俺のことを知ってるんだよな。俺がやったんじゃないよな。本当に時間が巻き戻ってるのか。頑張れよ。おい、何があったんだよ。このままあの女性を連れて行かれていいのか。
頼むから起きてよ。カードキー他の部屋の。まずい、とりあえず移動しないと。どうなってるんだ。どうして何も思い出せないんだ。俺は本当に連続殺人犯なのか。それになんで時間が巻き戻ってるんだ。君は何か知らないのか。知ってるなら教えてくれよ。何してるの？あ、いや、大丈夫？唐木誠。それ俺の名前なんだよな。じゃあやっぱり俺は本当に連続殺人犯の唐木誠なのか。は？実は記憶喪失なんだ。私が？いや、俺が。これどういうつもり？あなたの犯行はいつも突発的で衝動的だったはず。それなのにどうして私をすぐに殺さなかったの？こんな風に捕まえるなんて過去の事件では一度もなかったわよね。わからない。私が警察の捜査官だから。わからないんだ。何がわからないの？それより君はどうしてこのホテルに？決まってるでしょ。あなたを捕まえるためよ。指名手配中のあなたがこのホテルに潜伏してるって情報があって、私はそれを追ってきた。あなたに感づかれないように一般客を装って。それなのに、あなたはまるで待ち伏せをしていたみたいに。待ち伏せ？なんで？こっちが聞きたいわ。どうして私の正体に気づいたの？わからない。わからないって？さっきから何なの？あなたのことじゃない？気づいたらこのホテルの部屋で寝てたんだ。指名手配されてるのもニュースで知った。だから俺が君に何をしたのかもわからない。本気で言ってるの？なあ、俺は本当に唐木誠なのか、連続殺人犯なのか、人を殺してるのか。あなたは指名手配中の連続殺人犯、唐木誠で間違いないわ。本当に何も覚えてないの？分かった。信じる。信じてくれるのか？だからとりあえず縄をほどいて。あなたの話を信じる。私が何とかするから、まず縄をほどいて。お願い。
まさか本当に縄をほどくなんて。俺は君を信用して。やめて。あなたが何を考えていようと関係ない。私は犯人を捕まえるだけ。唐木誠を確保したわ。あなたの情報通りだった。私？もちろん無事だけど。え？ああ。うん。待ってる。もうすぐ応援が来る。無駄な抵抗はしないことね。信じてくれたと思ったのに。先輩、お待たせしました。唐木誠は中ですか？あなたは一人だけ？いや、あちこちトラブルの連続で、今特殊捜査課は人手不足らしいんですよ。ご不満ですか？そういうわけじゃないけど。うわ、本当だ。唐木誠が捕まってる。どうも、はじめまして。特殊捜査課の久慈望です。あのね、実は少し問題があって。携帯電話は？あ、携帯電話持ってるでしょ。原始人じゃあるまいし。で、どこ？久慈君？大事な証拠品なんですよ。唐木誠を確実にユーザーに持ち込むためのね。だからちゃんと回収しないといけないんです。どこ？ここ？いや、今は持ってないと思う。じゃあ、あんたの部屋だね。先輩、ここは任せます。え？だからさっきも言いましたけど、携帯は重要な証拠品なんで、今からそれを回収しに行ってきます。部屋番号、まあフロントに聞けばわかりますね。そういう雑用は僕の仕事なんで。あ、ちょっと待って。なんだか様子がおかしいの？おかしいって何が？記憶喪失って言ってるの、唐木誠が。心神喪失の状態で責任能力は問えない、そういう狙いですって。残酷無慈悲な殺人鬼の言葉なんか聞く必要ないですよ、先輩。何なんだよ、あいつ。変わってるでしょ。あれでも何事件をバンバン解決してる。うちのエースなんだけど。なあ、俺の携帯が証拠品って言ってたけど、なんでだ？さあ、そんな情報、私には入ってないけど。その携帯、俺にも見せてくれないか？何かわかるかもしれない。俺の記憶のこととか。そもそも、俺が本当に唐木誠かどうか。あなたに見せるかどうかは別として、ちゃんと調べるから安心して。確かにあなたが嘘を言ってるようには思えない。だとしても、どうしてあなたは記憶喪失になったの？全てを忘れる記憶喪失なんて普通じゃない。ただの記憶喪失とは思えない。あなたは何か大変なことに巻き込まれてるのかもしれないわね。大変なこと？なんだかそんな気がしてきたの。何か私の想像を超えるような大変なことが。いや、さ
さすがに考えすぎよね。なんだこいつ。一言も言ってなかった。どうして？お前、何なんだよ。こんなこと。